オイラのさっきの芝居よかっただろ。ひひ、ここまでの動きは順調だな。オイラたちちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもんな。あの大賢者アザールまで見事に惑わされるなんて、アルハイゼンの計画ってとんでもないな。で、これから何するんだっけ。緊張してたせいか、オイラあんまり覚えてなくって。おう、確かこんなことを言ってた気がするぞ。これ以外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。え、わざとこいつを閉じ込めるのか。なんでだよ。彼女は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うと、あいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものってことか。でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令院の学者たちによれば、クラクサ・ナリレビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサ・ナリレビの意識を呼び起こすには時間がかかる。だからこの件は前もって手を打っておかなければならない。じゃあオイラたちがナヒーダを呼び起こす担当ってことか。なんだかやりがいがありそうだな。監禁室は教令院内部にある。スラサタンの聖書からもそう遠くはない。その上、完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえずラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカー社端末を改造しよう。その後、君たちはクラクサ・ナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし、彼女を呼び起こせるかどうかは俺たちの運次第だろう。おお、だから今日ずっとアーカー社端末をつけてたのか。これがアルハイゼンの改造したバージョンなんだな。ここに閉じ込められる時、アーカー社端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じそう難しくなさそうだな。久しぶりにまたナヒーダと話せるのか。早くやろうぜ。アーカー社端末が光ってるぞ。ランプの点滅が早ければ早いほど信号が良好ってことだよな。
何かの妨害を受けたのかな。あれ、モナだ。モナがいるぞ。だって違う違う、オイラたちは宝探しに来たわけじゃなかった。始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど私はスラサタンナ聖書に軟禁されている。賢者たちが創造する新たな神が、私にとって変わろうとしている。仕方なく、私は、この意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。
ここは静かね。そういえば、自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に心の声はあるべきなのかしら。私の行いは全て正しいの。私は本当に必要とされていないの。私自身、本当はどう思っているの。ここは静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ。あなたは誰？誰の声？懐かしい。でも、あなたの言う通り、私はもう自分の声を無視したくない。あなたが呼び起こしてくれたの。ありがとう。でもどうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ、私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。状況はどうだ？よし、いい知らせだな。本当によかった。オイラたちが捕まったのも無駄じゃなかったぜ。ナヒーダを呼び起こしに行ってる間、オイラずっと外の音に耳を澄ましてたんだけど、学者たちの歩き回る足音がだいぶ減ったみたいだ。かなり時間が経ってるし、賢者たちはもうジュニアナガルバの日の作業を終わらせたんじゃないか？だな。そしたら次はニーローの出番だ。ニーロー、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを犯すなど。うん、行ってくるよ。私がどんな上演の機会も逃したくない人だって知ってるでしょ。それに今回のステージはとても意味があることだもん。はあ、分かった。どうやら君はあの者たちをとても信頼しているようだ。俺から言うことは何もない。しかし、万が一のことがあったとき、俺たちでは助けられないかもしれん。安心して。あの人たちは危ない状況を解決できる
実力者ばかりだから大丈夫。ああ、わかったよ。だが、もし君が本当に捕まったら、俺たちは命を懸けてでも絶対に助けよう。俺たちのためを思って本当に気をつけてくれ。ありがとう、ツバイルさん。みんな本当にいい人だね。ニーロ、どうだ？緊張してないか？確かに普段のステージよりは緊張してるかな。でも単にうまく踊れるかが不安なだけだから。うん、ステージに集中すればいい。他のことは劇場のみんながやってくれる。お前ってやつはほんと口がうまいな。一緒に手伝いに来たのに、なんでいいところは全部お前が持っていくんだか。一段落したらみんなにご飯を振る舞うよ。みんなの気持ちには本当に感謝してるから。おっと、こんなラッキーなことがあるなんてな。わかった、その時は絶対に遠慮しないぞ。はいはい、真面目な話に戻ろう。ニーロさん、俺たちはとりあえずここで教練員に行こうとする人を止めて、通行人がステージの邪魔をしないようにする。ああ、俺は教練員で変な実験が行われていて、魔物が逃げ出したっていう、とても危険だから絶対に行くなってね。はあ、もっと別の理由はないのか。まあいいや、教練員なら本当にそういったことをやりそうだし。私もその理由がいいと思うよ。じゃああなたたちに任せるね。安心しろ、お安いご用さ。よっ。いらしたんですね、ニーローさん。こちらはまだ取り込み中ですが、無料のヤルダーキャンディーを配布して広場にいる邪魔な人を誘導する計画はかなり順調です。そうだ、よかったらお一つどうです？どうせ配りきれないでしょうし。本当にお疲れ様、ビハル。花の騎士の格好までしてくれて。キャンディーなら大丈夫。上演前は体型を維持するためにしばらく甘いものを控えるようにしてるの。もうすぐステージが始まるし、なおさらだね。そうでしたね。ステージは開けてあります。準備も全て済みました。いつでも上演を始められますよ。本当にありがとう、あなたのおかげだね。じゃあステージに上がる準備をしてくるよ。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから、得したのは私の方です。パフォーマンスは見たことがない。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね、でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。
の聞こえたか？衛兵がたくさん慌てて走っていくような音がしたぞ。これって計画が次の段階に進んだ証拠だよな。おう、そうだな、うまくいってるみたいだ。そういえばアルハイゼンはいつの間にもうすぐアーカー社に記録される缶詰知識をすり替えたんだろう。あの時か、オイラすっごく緊張してたから全然気づかなかったぞ。そういえばアルハイゼンのやつ、前にオルモス港でも同じようなことをしてたよな。みんなが緊張している隙を狙って傭兵のボスからこっそり神の缶詰知識を奪ってた。あいつにとって何度やっても成功する技ってことか。ふん、なんであいつを褒め始めてんだよ。確かにちょっとは頭が回るけど、すっごいムカつくやつだろ。それよりもう一回この段階の計画を思い出してみようぜ。どうせやることもないし、少しは心も落ち着くだろう。ニーローの任務は確かこういう段取りだったはずだ。今クラクサナリデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、強霊院の中心人物と衛兵たちはまたアーカー社端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろう。あんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。しかしそれが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は俺が強霊院にいた頃起草を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ記録されるだろう。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？そんなのあんまりだぞ。俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ2つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナガルバの日に登録させる。その後芸術禁止令に違反する人物が現れれば、賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だがその工程さえうまくいけば何の代償もなく強霊院内のセキュリティを無効化できる。なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦ってやつか？ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り込んだところで衛兵たちは絶対に信じるのか？アーカー社に依存することに慣れてしまった者は好奇心が次第に薄れていく。そうなれば情報の分別能力もかなり落ちる。やがてアーカー社からの情報を真理とみなすようになるだろう。アーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い私はスメールシティで働いてた時そう長くつけてなかった。私も最初は 100% いいものだって思ってたよ。ああそうだ、この計画には芸術家の参加が必要不可欠ってことだよな。誰か当てがあるのか？ニーローだよ。ズバイルシアターのニーロー、結構仲がいいんだ。あいつなら絶対に信頼できる。ただこんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が引けるけどな。ひとまず彼女に直接会ってニーローの意見を聞いてみよう。ああ、強霊院内のセキュリティを無効化したら。分かってる。そこからは私とあの密航野郎たちの番だろ。